駆け道ラジオです。今回は精神科医のアッチョパス先生に皆さんからお寄せいただいた質問に答えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、発達障害の診断がお子さんについているという親御さんからの質問なんですけれども、その子どもに関するいろんなことを誰に何を相談すればいいかわからないと、医療機関だったり福祉サービスだったり、支援を受けているけれどどこにどう相談すればいいかわかりませんという相談です。そうです、そうです。まず病院とか学校の先生とかですね、はいはい、支援級だったら支援級の先生と、いわゆる相談員の人とか、いっぱい本当関わってくるんですよ。でやっぱ移動とかでどんどん変わったりとかですね、本当にいろんな人が関わる、もう本当に近所の人とかも含めて、誰にどう言えばいいのとか、あと例えばこの A って人にこんだけ言ったけど、B にはどこまで話したっけみたいなことが起こっちゃうんですね。私たちとしても時々困るのは、例えばお母さんからはその学校に行ってくれないのが一番困ってるって言われたけど、学校の先生はお母さんが友達を叩くのが困ってるって言ってましたって言って、なるほど、受診ではなく夜眠れなくてのが一番かわいそうですみたいな話になったりすると、結局この子は今何が一番しんどいんだみたいなのがやっぱり分からなくなっちゃうんですね。きっとね、その言い分けてるとかっていうわけでもないし、お母さん、もちろんその社交的なものもあるとしても、例えばこれは言っときたいなってことはあるけど、やっぱり連携は取ってたりするので、嘘はもちろんついてなかったにしてもですね、そうですよね、相談してない、これは言った言ってないとかが本当にごちゃごちゃしてくる、みんなごちゃごちゃしちゃうんです聞くタイミングによってもその時一番頭にあることが違ったり、全部きっと本当に困ってるから、今何が一番ですかって言った時に本当に今って答えるとタイミングとか場所によって違う答えになっちゃったりっていうこともありそうですよね。だから大事なのは、もちろん優先順位つけとくのも大事だし、ただそれも本当日々によって全然違ってきたりもするので、その都度なんかちょっと今これが大変そうだなとか、これは克服したかもなみたいなのは、ちょっとメモとか日記とかみたいなのにちょこっと書いとくと、でこの時にこの人には言いましたとか、なるほどなるほど、こういうアドバイスをされましたとか、があるといい、がちょっと整理できるといいのかなと思います。でそれが難しければ、相談支援員とかですね、1人ついてるはずなので、そういう人にもう全部その人を記録係みたいにして、最近こういうのがあってここで先生にこれ相談してきますねとか、なるほど、先生にこうやって相談してこうやってアドバイスもらいましたみたいなのを言ってもいいのかなとは思います。で自分でちょっと抱えるのが難しければ、でもそうするとね、その客観的に、何々さんでもこの間このこと困ってるって言ってたから、そのことも相談した方がいいんじゃないですかとか、っていうふうに。聞き忘れとかもなくなるのかな。あとは本当相談先によっては、相談できること、できないこととか、これは得意、不得意とかがやっぱり施設っていうかな、その場所によって違うんですよね。病院だと、ほら、お薬調整やっぱり病院でしかできない。じゃあ細かいこう実践みたいなやつってやっぱり苦手なんですね。だからそういうのは地図みたいな感じで今関わってるのに誰がどう関わってるのか、例えば食事に給食に関しては学校の先生が関わってるとか、放課後デーには放課後デーの先生がっていうのをこう地図みたいにして書いておいて、何ができるかできないかを、あらかじめ書いておくのが大事かなと思います。もちろんこれも自分で作るのが難しければごちゃごちゃするんで、整理してくださいみたいなことを言えば作ってくれると思いますよ、相談支援員さんが。ですです、そうですよね。あとそのね、自分が仕分けたいろんなところの結局どこにこの悩みを相談すればいいのかがあんまりわかんないとかいう時も、これどう思いますとか言って聞いて、それはじゃあ病院に聞いてみたらいいんじゃないですかとか、学校で相談したらいいんじゃないですかみたいなことを一緒に考えてもらうっていうのもできるでしょうしね。
ですね、本当その場所場所によって違うし、まあ、そういう人を経験したことがあるとかでも違ったりもするので、ちょっと面倒くさいは面倒くさいんですけど、一回作っとくと絶対楽やと思うんで。あ、そうですね、うん、なんかまあ、タスクリストみたいな感じで、あ、最近こういうの困ったなってなったら、まずこう困ったことを書いてみて、まあ、日付とかも添えるといつからかとかも分かるかもしれないですけど、でそれをなんかね、どこかで相談したら相談したチェックで、解決したら消していくとか、確かに消してもね、残しておけばなんか達成感みたいな成長を感じたりもしますしね。そうですよね。でなんかまたね、うん、同じようなことが出てきた時にも、あ、そういえば何ヶ月前にも同じようなことあったなとかも分かるでしょうし、ですです、意外とだからそういうタイミングでなんか実はなんか周りの友達にこういうことが起こってるとこうなるぞとかがなんか、あ、なるほどなるほど、するので、うん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 、つどつど悩むよりはなんかこうやっぱりパッと見で分かるようなものをしとくのがいいかなと思いますね、うんうんうん、結構こうね、悩んだり考えたりしてる時って頭でっかちになっちゃうというか、あんまりこう冷静に整理するの難しかったりもするじゃないですか、うんうん、気持ち的にも。なんか月曜日から金曜日までこれで悩んでても、なんか土曜日これでめっちゃ悩んだらもうこれしか育ちないみたいな。そうですよね、うん、それがこうね、ノートになっとけば、例えばまあ自分がそこで冷静に判断できなくても相談するときにそのノートごと相談先に見せちゃうとかすれば、なるほどなって、あ、ここでこの人こういうこと相談したんだとかっていうこともわかるかもしれないですしね、うん、私患者さんでやってるのは交換ノートみたいな感じで一冊にそれぞれが何しましたってちょこちょこ書いていくみたいな、うん、もうやってますよ。でなんか患者さんも自分で書き込んで、それに矢印で何とかしましたみたいなのを書いたりとかですね。それですよね、うん、みんなで共有できると多分こう、ね、アプローチできることも変わってくるでしょうしね、うん、混乱は防げるし、混乱を防ぐのにはやっぱ整理が大事やなと思います。そうですよね、適切に支援を受けたりとか、なんか対策考えてもらうためにもまず整理できるっていうね、大事ですよね、うんうんうん、ちょっとね、ちょっと面倒かもしれないですけど、ノートとかメモとか、うん、面倒だけど後々のこと考えるといい、ね、なんか自分がやりやすい、負担にならないやり方をちょっと考えてっていうの、うんうん、もうボイスメモとかでもいいじゃないですか、うんうんうん、今何とかした今これ困ってるとかなんかね、やりやすい方法を考えたらいいかなっていう気はしますね。はい、はい、ということで今回は発達障害に関するいろんな悩み、どこでどういうふうに相談したらいいですかというのを精神科医のアチョパス先生に伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。